よかった。見てない、見てない。そういうことね、やっと理解できました。そんなこと今聞かないっすよ。思ったんすよ、だからもうちょっと個人的に聞きますよ。問題っぽいって言った。難しい問題、難しい問題でも解いていきます。段取りが分かってないですよ。やるじゃないですか。僕もね、自分でね、やるなと思いましたよ。下先生と走ったじゃないですか。まあ、同じ舞台で。いや、やっぱりおっさんの星として期待してるわけですよ。おじさんとしたら、やっぱ若者にどれだけ食い合いついていけるか。土曜日は、でもおとなしいと思います。タイムが出ないから。やっと飯食える感じですね。そうですね。まあ、3時ぐらいですけど。まあ一安心ですね。残っちゃえばね。そうですね。まあ、あとは行くだけだよ。先生、はい、どうでした1回目？いや、良かったですね。ま、路面はどうだったんですか？路面は意外と暑くなって落ちるかなと思ったんですけど、まあ、今日風がそんなに強くなくて意外と悪くなかったと思います。ワンストップ作戦。いや、途中で切り替えたっていうか、切り替えてくれた。事前テストはしてたんだけど、まあ、いけるっていうのもあったし、さっきのセミでいけないっていう感覚もあって、走ってて、まあ、タイム見ててくれて、もう一発いけますかっていうから、いかないとチャンスないんだったら行こう。そこまでは良かったんだけど、2セット目入れた時にもうなんか馴染まないっていうか、ちょっと合わなかったのだけど、あ、でも力不足ですか。まあでもね、あそこであのミス場をやっぱ作れたっていうところは
このレースにとってはすごい良かったと思います、まあ、やっぱ結果としてはねやっぱり勝たないとっていうのはあると思うんですけど、まあ、本当にやっぱり結果はね一番目指してきてるから相当悔しいし、ここまでやってきたのが、ね、間違ってるわけじゃないけどやっぱまだまだ足らないなっていうふうに思いますし、まあ、まだまだ勉強が足らないかなと、まあ、レースウィークになってから本当にリズムというか車のバランス崩しちゃったのが最後までなんか後引いちゃって、まあ来年ね世界戦あるから全日本ももしここだったらやっぱりリベンジしたいなって思いますね。あの最後まで勝ちにやっぱり行くその姿勢っていうのは、まあ、見てる側としても一番見たいところなんで、まあ、今回結果はまあ2位でしたけど、まあそうですね、僕は素晴らしい走りだったんじゃないかなと思って嬉しいです、ありがとう、まあ、ケンケンもお疲れ様でした。もう本当にいい仕事してくれてありがたい。あと社会さんも、社会さんもありがとうございます。あまあ、ここがねエンジンカーの面白いところですよね。そうですね、チームワークも、まあ来年に向けて明日から休みたいから明後日から頑張りますわ。はい、はい、来年に向けて頑張ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。僕は明日休みます先生どうでした？見応え十分でしたね、うん、あの下師匠のかっこいいかっこいいいいところ生で初めて見れたんでよかったですわ。感動しました。やっぱああいうの見ると感動しますよね。いや感動した。なんかもうトップ争いしてる時ね、走りもシャープだし、その時にね年齢がほぼ一緒だってことを考えるとすげえ化け物だなと思ってね見てましたわ。大丈夫ですか？累戦は崩壊しなかった？累戦ちょっと危なかったですか？優勝してたらねもう泣きながら抱きつこうと思ったんですけど、ちょっとそこまでもうちょっと足りなかったですねはい、3位おめでとうございます。 ありがとうございます。あもちろんね優勝狙ってたと思います。ねえ、まあ、もうペース的にはちょっと惜しかったですね。まあ表彰台に乗れただけでもやっぱり1位を取りたかったのは取りたかったですけど、まあ、ちょっと自分にはちょっとペース的には足りなかった部分があります。まあ、世界戦に向けてます。そうですね、いいデータは取れたと思いますので、これを2つのデータとしてまた次につなげていければと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。残念な結果になっております。まあね、長丁場のレースだからいろいろあるよねまあ、ちょっとねあの予選のいい感じを決勝にそうですよ、ね、ちょっと持ってこれなかったかな。持ってこれなかったですね。まあまた、また次世界戦ね、まだ来年あるし、そうですね、それにでもちろんここでやるから、はい、まあ、その1年の間にそうですね、修正していって、はい、やってきます。また見せ場を作ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。また兄弟で、兄弟対決また今回見られなかったので次こそは。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、結果としては、はい、あの、まあ、結果は出したんじゃないかなと思うんですけど。まあ、そうですね、完走して、まあ、一応4馬だったんですけど、まあ、ちょっとまだまだ、まだまだかな。まだまだトップは取れない。今回の決勝を走ってみて何か掴んだものみたいなのありますか？そうですね、まあ長丁場なんで、まあ、最初のうちに飛ばすんじゃなくて、まあ、全体的に速く走るっていう意味を考えて、まあ、ペース配分するのが重要なんじゃないかな。まあ、やっぱりその走り切ってからのその、はい、まず走り切るところから。はい、そうですね、まず完走、まあ、今回はちゃんと走り切ったそうですね。今回の目標がまず完走だったんで、そういう意味では良かったですね。まあ長いね、あの期間だったと思うんですけど、はい、とりあえずお疲れ様でした。はい、また次も、はい、またトップ目指して頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあファイナルに、まあ、ねじ込んだ感じっていうか、はい、まああの気持ちは大事ですよね。そうですね。あの最後熾烈なね、はい、あの立ち上がりのあのスポットを巡って、はい、であの順位のタイムもね、
タイムでね、はい、拾われた感じですね。まあでもね、そこはタイムでやっぱ変わっちゃうから、はい、あそこの走り方とかね、最後まで攻めるっていうか、はい、まあ、そこがエンジンカーの難しいところですね。そうですね、あんまり練習来れてなくて、ここ 何ヶ月かで練習来れて、やっとコースに慣れてきたかなっていうくらいで、また路面も全然毎回来るたび違うんで、なんか難しいなって感じします。あの、本当今回はお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあかなり不本意な結果だったと思うんですけど、はい、まあ、決勝実際こう戦ってみて、はい、まあ、最終的にはまあリタイアという形にはなっちゃったけど、まあ、全体的に決勝の感じっていうのはどんな感じだったんですか。まあ、やっぱペースは上げられなかったっていうのはやっぱあります。ただやっぱ淡々と走ってた部分もあったし、まさかね、車が壊れるとは思ってなかったんで、まあ、そこにすごい悔しいですね。まあでも、まあ、トップはあのまま行っても取れなかったと思うし、表彰台に登ることがすごい大事だと思うんですけど、まあ、1位じゃないと意味がないと思うんで、まあ、来年の世界戦に向けて、まあ、そこで勝つっていうのはまあ、ね、最大の目標だと思う。まあそうですね、まあ、課題点とか、っていうのを見つけたんで、まあ、そういうところもう少し強化していけたらなと思います。まあ、みんなも大暴れを期待してると思うので、はい、頑張ります。暴れても耐えられるものを用意していくという感じで、また頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。まあ大変だね、レースはね。まあいろいろあるね、やっぱね。まあやっぱこれがエンジンカーの醍醐味であるし、難しさ、でもあるし、でもいいレースだったんじゃないかなと思うけど、やっぱね、王者に勝ちに行くにはなかなか、やっぱ予選でね、前取られちゃったところから、やっぱ流れ疲れつかめてないのかなっていうところはちょっと思うけど、まあいろんなこと含めて全てをもう一回考え、やり直ししなきゃいけないかなと。まあ来年のね、世界戦に向けて、これ4回か連覇されちゃったから、まあどうにか頑張らなきゃなと、もう一回、考え方を含めてちょっと作戦をもう一回練り直します。まあ、まずは初期優勝おめでとうだね。大したもんだな、やっぱあのコンビで完璧だったからね、今回は。シモ君も、まあ、かなり見せ場を作ってくれて、まあ、外から見てる側としては、まあ、すごい面白かったんだよね。見てる方はすごい面白いんじゃない。やっぱ F1 なんかよりも全然この45分やってて、この接戦差っていうのはなかなかないことだと思うし、のタイヤ交換のね、あの、まあ、ワンストップ作戦っていう、そういうところの見どころがあるんですかなと思います。まあ、これは電動カーにない醍醐味であるし、オフロードの中にもない醍醐味のところであるから面白いかなって。まあ、また今年もう一回 SMJ カップがあるから、そういうのどちらかに勝ちたいなってこと。まあ、来年の、ね、世界戦に向けて、まあ、もうちょっとやらなきゃいけないことではあると思うけど、まあ、もう一回頑張ります。お疲れ様でした。まあ、お疲れ様でした。応援ありがとうございました。